渡良瀬渓谷4号の大沼由紀です。列車のご利用には乗車券の他に登録を整理券が必要となりますので、お持ちでないお客様は係員にお声掛けください。通道駅を出ますと次は総理合同水沼、そして終点大沼の順に停車をしてまいります。その他の駅には止まりませんのでご注意ください。各駅の到着時刻をご案内いたします。総理14時17分、合同14時33分、水沼15時6分、終点の大沼には15時37分に到着いたします。列車は4両つないでおります。前から4号車、3号車、2号車の順で、一番後ろが1号車になります。どのお席も自由席となります。ただ本日満席となっておりますので、ご相席にご協力をお願いいたします。車内は電車料金です。おタバコはご遠慮ください。ジュース、ビールの自動販売機2号車の前寄りにございます。またお手洗いは一番前の4号車の後ろ寄りにございます。温かいコーヒーなどの販売は途中の運動駅で行っておりますので、しばらくの間温かいコーヒーなどの販売はお待ちください。これから列車は沿線の景色の美しいところへと進んでまいります。国道からは見ることのできない景色をゆっくりお楽しみください。また寒いようでしたら前後についております。この時のお客様もご自由にご利用ください。次は総理に止まります。早速ではなさりますが、ただいまから乗車券とトロッコ整理券を拝見いたします。お手元にご用意くださいませ。ご協力をお願いいたします。